日本女子プロゴルフ協会、ジュガが公式インスタグラムを更新。16日に千葉県で開幕したブリヂストン・レディスで、日本ツアーに今季初参戦となる吉田優里の練習に密着した動画を公開した。昨年12月の米国女子ツアー最終予選会を7位タイでフィニッシュし、今季の出場権を獲得した吉田は、これまで米国ツアー4試合に参戦。しかし予選通過は2試合。 最高順位はコグニザント・ファウンダーズカップの50位体と苦戦を強いられている。そんな中、自身が契約を結ぶブリヂストンが主催する大会にスポット参戦するために帰国。そこでジュガは大会前日に練習をする吉田に密着した。動画の最初では、みんな、おかえりって言ってくれて、すごく嬉しいです、と仲間たちとの再会を喜んだ。そして たくさんの練習ボールが入ったかごを両手に下げて練習場へ向かうと、熱心に打ち込み。そのシーンでは、グリーンが綺麗でびっくりしています。本当にいいコースです、と開催コースの袖ヶ浦カンツリークラブを称賛。続けて、アメリカが寒かったので、これくらいの気温でゴルフできるの、めっちゃ嬉しいです、と日米の気温差も実感として語っていた。また練習中に お久しぶりですただいまですと挨拶をする姿や、横峯さくらと楽しそうに写真撮影に応える姿。さらに、まだ練習長いけど、大丈夫ですかと取材スタッフを心配する様子も動画には収められていた。最後に練習グリーンで入念にパターを調整してこの日のメニューは終了。最後はカメラに両手を振ると、バイバーイと笑顔で歩み去っていった。 この投稿を見たファンは、おかえり、そして頑張れ、いつもほっこり素敵な笑顔ありがとう、ああかわいい、天使やん、など、久しぶりに間近に感じられる吉田の笑顔に大喜びで、たくさんのコメントが寄せられていた。吉田優利選手の今季10月アー初戦、ブリヂストンレデ,ディスは明した、16日、開幕。と締めくくられた投稿。 初日から多くのギャラリーが吉田の笑顔に会いたくて会場に詰めかけていることだろう。